べなさい。それから、ひまりのこと待っててくれてありがとう。ずっと一人だったから、先生が待っててくれて、ひまりすごくほっとしたよ。お？なに？先生。うん、今日はしっかり休むよ。あのね、ひまり、この後野牛ちゃんたちと待ち合わせしてるの。一緒にウサちゃんクッキー買いに行くんだ。いいでしょう。楽しみだな。甘いもの食べたら疲れなんてパーッと吐き飛んじゃうよね。ウサちゃん、ワクワク。それじゃあ行ってくるね。先生、バイバイ。もう、どうして野球ちゃんはひばりのこといつまでも子供扱いするのかな。あ、先生、いいところにいた。聞いてくれる？あのね、野球ちゃんったらね、もうずーっとひばりのこと子供扱いしてるんだよ。ひどいよね。こないだの任務だって一人でできたのに。うん、野球ちゃんがひばりのことを心配してくれてるっていうのはわかるよ。でもひばりだって頑張ってるもん。ずっと子供みたいに守られてばっかりは嫌だよ。ねえ先生、もしかしてだけど、ひばりのことで野球ちゃんに何か頼まれてない？やっぱり、ひばりが任務に行くときは自分も一緒にしてほしいって野球ちゃんに頼まれたんだね。おかしいなって思ってたんだ。最近の任務ずっと野球ちゃんが一緒だから。ひばり、野球ちゃんに信頼されてないのかな。そんなに頼りなく見えるかな。あのね先生、本当はね、ひばりは野球ちゃんの方が心配なんだ。野球ちゃん、ひばりが危ない目に遭うとどんな怖いことでも平気でやっちゃうから。いつかそれで野球ちゃんがひどい目に遭ったらどうしようって、ひばりすごく怖いんだ。でもどうしたらいいかわからなくて。先生、ひばりどうしたらいいかな。お？ひばりの実力を野球ちゃんに分かってもらおう。
ちゃんに会ったら伝えてほしいことがあって、お願いしてもいいかな先生。ありがとう。それじゃあね、ひばりは守ってもらうばっかりじゃなくて、ヤギオちゃんと一緒に戦いたい、そう伝えてほしいんだ。なんだかひばり先生にお世話になってばっかりだね。そうだ、この前新しいお菓子のお店見つけたんだ。すごく美味しそうなところだったの。今度一緒に行こうよ。うん、約束だよ。ひばりと先生と、それからヤギオちゃんも一緒。強いからきっとあっという間に立ち直ってあっという間に強くなるよ。次戦った時どうなるかなんてわからないけど、でも